こんにちは。京都新聞2021年11月6日土曜日の朝刊に載っていた記事を紹介します。コロナ長引く後遺症、生活に支障。京都府内40代女性、発症から10ヶ月。新型コロナウイルスに感染し後遺症に悩んだ京都府内の女性48歳が京都新聞社の取材にオンラインで応じた。倦怠感や頭痛に苦しみ、仕事や日常生活に影響が出た。発症から10ヶ月が経過しても完全に治ったと実感できず、女性は、後遺症は長く生活に支障をきたす。データがまだ少なく、治って終わりではないのが怖い。と訴える。女性は府内の医療機関に勤務する看護師。今年1月に高熱が出て PCR 検査の結果陽性と判明した。数日後に保健所から電話があり自宅療養となった。日を追うごとに咳や頭痛、倦怠感、関節痛、下痢、味覚や嗅覚の障害といった症状が次々と現れた。腰の痛みが辛く、骨が割れるようで陣痛のような痛み。痛すぎて泣いた。痛み止めを飲んでしのいだ。発症から10日後、療養期間が終了したが、倦怠感や味覚、嗅覚障害などの症状は続いた。職場復帰したのは2月。もともと頭痛持ちだったが、頻繁に起きたため、痛み止めが手放せない状態だったという。嗅覚も戻らず、患者さんの排泄物の匂いが全くわからなかった。以前より疲れやすく息も上がりやすくなっているとも感じた。職場の配慮で勤務を軽くしてもらったが、仕事中に休憩することもあった。後遺症についてテレビで報道していて、自分がどうなっていくのか、以前のように戻れるのか、怖さがあった。と話す。春からは以前のような体調に戻れたと感じているが、今も疲れていると嗅覚障害などが出ることがあり、嗅覚も味覚も 100% 戻っているかわからない。という。私はまだ後遺症は軽い方だったが、完全に治ることはないのかなとも思う。2回目の感染も可能性があり、脱毛や記憶障害など、さらにひどい後遺症が出ないか不安がある。目に見えず、他人からしんどさに気づいてもらえない症状もある。と不安を募らせる。今日はこれで終わります。この記事が YouTube を聞いてくださっているご本人、そして大切なご家族、知り合いの方にもしお役に立つことがあればいいかと思って投稿いたしました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。